どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの三井住友、こちらナンバーレスクレジットカードなんですけども、こちらのですね三井住友ビザカードがですねアップルペイに対応したということで、こちらの対応記念キャンペーンっていうものが開始になりましたので、こちらの解説ねやっていきたいというふうに思います。ということで、こちらはね三井住友クレジットカードのナンバーレスのねクレジットカードなんですけども、今回のキャンペーンはですね三井住友カードのクレジットカードもねもちろん対象なんですけども、 ANA のクレジットカードもね対象っていった形になりますので、かなりねお得なのではないのかなというふうに思いますので、三井住友ビザカード保有されている方、またですね ANA のビザのクレジットカードね保有されている方、かなりねお得になるかなというふうに思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思っております。それではですね、こちらのクレジットカードね、三井住友ナンバーレスのクレジットカードなんですけども、まあ、今までもですね、こちら iPhone にね、登録できて、電子マネー ID っていうのが利用することがね、できてたわけなんですけども、2021年の5月の11日にですね、Apple Pay にね、登録できるようになりまして、ビザタッチ決済とかもですね、できるようになったんですよね。今ね、電子マネー ID でね、利用されている方、結構いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、ID とですねビザタッチ決済ね両方ね利用することができるようになるっていう感じなんですよね。でですね、今回のキャンペーンなんですけども、このねビザカードのこちらフリックマーク、まあ、Wi-Fi マークみたいなのね見えると思うんですけども、今回のキャンペーンはですねこちらのビザタッチ決済が対象のねキャンペーンっていう風になりますので、三井住友クレジットカードには国際ブランドがねビザのクレジットカードとマスターカードのね国際ブランドのクレジットカードがねあるかなっていうふうに思うわけなんですけども、こちらねマスターカードの方は今回のキャンペーンね対象外っていうふうになりますんで、この点もね覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。それではですね、キャンペーンの詳細ね行きたいなっていうふうに思うわけなんですけども、まず期間がですね2021年の5月の11日から2021年6月30日までっていうふうになっております。でですね、エントリー不要というふうになっておりまして、特典ですね決済額の 15% がですねポイントなどの還元が受けられるっていうふうになります。ちょっとねこちら後で解説いたします。でですね、上限は1000円までっていうふうになっておりますんで、 15% のね、1000円までっていう風になっておりますんで、対象支払い金額はですね6667円の決済で1000円分のね還元が受けられるっていった形になります。でですね、支払い方法は先ほど言った通りですねビザタッチ決済が対象っていった形になっておりまして、まあ、今回のねキャンペーンは Apple Pay のねキャンペーンっていう風になっておりますんで、対象のスマートフォンはですね iPhone のみね利用することができるっていった形になっております。それではですね、今回のこのキャンペーンはビザタッチ決済ということで、今ねこちらの、まあ、三井住友こちらナンバーレスのクレジットカードなんですけども、まあ、こちらもそうなんですけども、 iPhone に登録されている方は ID でね今払ってると思うんですよね。ですので登録ねもう一回していただかないとですね、今現時点では ID しかね使えない状態になってると思うんですよね。ですのでちょっと後でね登録方法をね解説いたしますので、今ねiPhone に入れている方、そのままね利用しないようにね気をつけていただきたいなっていうふうに思っております。まあ、今回のキャンペーンはですねビザタッチ決済のねキャンペーンっていうふうになっておりますんで、もちろんね ID で支払った場合はキャンペーン対象外っていうふうになりますんで、この点はね注意していただきたいなっていうふうに思っております。でですね、ビザタッチ決済ということで、タッチ決済のねキャンペーンの時は毎回ね言わせていただいてるんですけども、だいぶね浸透してきたかなっていうふうに思うわけなんですけども、このクレジットカードのタッチ決済っていうのはですね、店員さんによってはですね知らない方もね結構いらっしゃるんですよね。ですのでタッチ決済でってレジで言った時にですね、ちょっとね向こうがわからないっていう可能性もねゼロではないかなっていうふうに思いますので、アメックスのねキャンペーンとかでもこのタッチ決済のキャンペーンね結構出てるわけなんですけども、もう私としてはですねレジでクレジットカード払いでって言うとですね、だいたい端末光りますよね。で光ったらですねそのままねクレジットカードをね
その機械にねタッチしていただければですね決済完了といった形になりますので、まあ、このねビザタッチでって言って相手がわからないみたいな感じになるとですね、まあ、時間もかかるかなというふうに思いますので、レジでね出す際はクレジットカード払いでって言っていただければですね、まあスムーズにね利用できるのではないのかなというふうに思っております。でですね、今回のビザタッチ決済のねキャンペーンのね支払い先に対象外っていうのはね記載がされておりまして、オンラインショッピングはまず対象外っていうふうになっておりまして、またね IC チャージ、交通系のねチャージを含むということで、こちらもね対象外っていうふうになっておりますんで、まあモバイルスイカとかですね利用されている方いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、こちらの利用分に対しては対象外っていう風になっております。それでは次にですね、今回のこのビザタッチ決済のキャンペーンなんですけども、交通機サイトにですね対象カードのね一覧が載っておりまして、ちょっとねここら辺にね出しておきますけども、三井住友クレジットカードのプロパーと呼ばれてるねクレジットカードは、まあ、こんな感じのね対象っていう風になっておりまして、またですね ANA のカードはですねこんな感じで対象カードが記載されております。またですねビザ LINE Pay クレジットカードってありますよね、まあ、こちらに関しても対象っていった形になっております。それでは次に気になる特典についてなんですけども、まあ、今回のキャンペーンはですね三井住友ビザカードと ANA のね国際ブランドがビザのクレジットカード、またですねビザ LINE Pay クレジットカードがですねキャンペーン対象といった形になるわけなんですけども、三井住友ビザカードと ANA のねビザカードに関しては V ポイントで付与されるっていった形になるんですよね。もちろんねこのもらったポイントは V ポイントでね付与されるというふうになりますので、 ANA マイルにもですね交換することができるっていった形になってるんですよね。またビザ LINE Pay クレジットカードに関してはですね、こちらに関しては請求額金額へ還元といった形になりますので、おそらくこちらはねキャッシュバックみたいな感じに、ね、なるのではないのかなというふうに思うわけなんですけども、このね三井住友クレジットカードと ANA のクレジットカードですね、こちらとビザ LINE Pay クレジットカードはですね還元される方法がね違うっていった形になりますので、もしね利用されたいって方はですね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。それでは次にですねポイントの付与時期に関してなんですけども、三井住友ビザカードと ANA ビザカードに関してはですねこんな感じになっておりまして、5月11日から5月31日にね利用していただいた分は6月の下旬から7月の下旬といった形になっておりまして、6月1日から6月30日までのね利用分に関しては7月下旬から8月下旬にね付与されるっていう風になっております。でですねビザ LINE Pay クレジットカードに関してはですね5月分のね利用分に関しては7月下旬から8月下旬、またね6月の利用分に関しては8月下旬から9月の下旬にね付与されるっていった形になっております。それでは次にですね、今回のキャンペーンですね 15% で上限1000円分というふうになりますんで、そこまでねすごいキャンペーンじゃないかなっていうふうに最初思ってたわけなんですけども、1人1回のキャンペーンではなくてですね対象のクレジットカード分ですね還元が受けられるっていうふうになりますんで、私に関してはですね三井住友カードがエブリプラスと一般カードナンバーレス、またですね ANA のクレジットカードが一般カードカードと LINE Pay ビザクレジットカードをね保有しているということで、おそらくね5枚ぐらいはね保有しているんですよね。まあねマイルを貯められている方は三井住友カードをね保有されている方は結構いらっしゃるかなっていうふうに思いますし、またね ANA のカードもですね ANA のビザカードゴールドカードね、またニモカとかスイカとかもですね今回のキャンペーンね別で持っていれば対象っていった形になりますんで、ぜひね保有しているクレジットカードね確認していただきたいなっていうふうに思っております。それでは次にですねビザタッチ決済がね使えるお店なんですけども、こちらね一部にはなるわけなんですけども、ちょっとね紹介していきたいなというふうに思っておりまして、郵便局とかコンビニ、またですね伊丹空港や関西国際空港でですね利用することができるっていった形になっておりますんで、私ねしばらくチェックしてなかったんですけども、結構ね利用できるところね多いかなっていうふうに思いますので、こちらね公式サイト概要欄に載せておきますんで、チェックされたい方はですねぜひねそちらね見ていただきたいなというふうに思っております。
それでは次にですね、キャンペーンのね注意事項なんですけども、2021年5月12日現在もですね、三井住友クレジットカードっていうのは新規入会キャンペーンをね行っているんですよね。今はね5000円分ぐらいまでねポイント落ちたわけなんですけども、以前もね行われておりまして、そのキャンペーンがねこちらなんですけども、2、3ヶ月前にですね、こちらの三井住友クレジットカードのこちらナンバーレスのクレジットカードなんですけども、ポイントサイトの案件で発行された方ね結構いらっしゃるかと思うんですけども、こちらのキャンペーンの時にですね、この 20% ねポイントバックのこのキャンペーンですね、利用されている方ですね、重複されるとキャンペーン対象外っていう風になりますんで、この点をね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。それでは次にですね、実際にね Apple Pay ね登録していきたいなというふうに思っております。まずね、三井住友クレジットカードの V パスっていうねスマートフォンアプリありますよね。こちらをね開いていただきます。そうするとですね、ログイン画面になると思いますので、ログインねしていただいて、まあ、今回ですねこちらをねナンバーレスで登録していきたいなというふうに思います。で、真ん中の方にですね Apple Pay を始めるっていうのがねあると思いますので、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね Apple Pay を始めようっていう感じで Apple Pay を設定がねあると思いますので、 Apple Pay 設定を押します。そうするとですね、ご登録のね電話番号をね入力してくださいということで、ここでね電話番号を入れましょう。で、 SNS で私は認証するにしましたので、まあメールがね届きましたね。番号を入れます。で、こちらで認証を確認するですね。そうするとですね、 Apple Pay にカードを追加ということで、名前とねカード番号が出てると思いますので、こちら右上のね次へを押していただきます。そうするとね、カードに問い合わせ中っていった感じで表示がされますね。まあそうすると利用規約、こちら同意する、ちょっと時間がかかるみたいですね。なかなかかかりますね。お、来ましたね、三井住友カードビザナンバーレスがウォレットに追加されましたということで、このカードは ID マークの掲示のあるお店でご利用いただけますということで、まあ、こちらはね Apple Pay にね登録できたっていう感じですね。でですね、 Apple Pay を支払う際にこのカードを自動で選択されますよね。まあ、こちらメインカードにされるかどうかなんで、ここはねお任せでいいと思います。私はねメインカードにはしませんので、今はしないにねしました。それではね、Apple Pay に登録ができましたということで、ウォレットの方ね、見ていきたいなというふうに思います。でですね、ウォレットを開いていただくと、一番上にね、三井住友カードありますね。まあ、こちら選択していただくと、ID ビザということで、三井住友カードからということで、下に記載がありますね。三井住友カードビザ、括弧ナンバーレスですね。Apple Pay で利用できるようになりましたということで、こちら登録が完了するとですね、今ね、画面に ID とビザね、両方書いてあると思うんですけども、こちらね、登録が完了するとですね、右下のね、このビザっていうのが、記載されるっていう風になりますんで、ちょっとね分かりづらいかなっていう風に思うわけなんですけども、ビザの文字がね入っていれば登録完了といった形になりますんで、この点もね覚えておいていただきたいなっていう風に思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、三井住友ビザクレジットカードはですね Apple Pay 対応ということでキャンペーン解説ねさせていただいたわけなんですけども、もしね保有されている方いらっしゃいましたらですね、エントリーもね必要ないっていった形になりますし、保有している分ね還元が受けられるっていう風になりますんで、かなりねお得に利用できるのではないのかなっていう風に思っております。またですね、三井住友クレジットカードのこのナンバーレスクレジットカードですね、発行された方ね結構いらっしゃるかなっていうふうに思うわけなんですけども、このね三井住友ビザナンバーレスクレジットカードはですね、主要のコンビニセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、マクドナルドに関してはですね、タッチ決済でもともと 5% 還元っていうのをですねやっているクレジットカードなんですよね。まあこちらね結構知ってる方ねいらっしゃるかなっていうふうに思うわけなんですけども、今回のキャンペーンですね 15% ね還元キャンペーン来てますよね。こちらに関してはですね併用できるというふうになりますんで、こちらねナンバーレスクレジットカードね保有されている方は、対象店はですねセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、マクドナルドに限定にはなるわけなんですけども、この4店舗に関してはですね 20% 還元っていうふうになるわけなんですよね。ですのでこのナンバーレスのねクレジットカード保有されている方はですね、こちらもねぜひ覚えておいていただきたいなというふうに思っております。
それではですね、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。